最後はランジェリーブランドが手掛ける上質で心地よさを追求した一品、ビュエ。銀座6の4階にあるワコールのコンセプトショップ、ワコールメゾン。ここで展開するのが新ブランド、ゆえ。物事の理由を表すゆえんを語源とするこのブランドは、日々を豊かにする心地よさのために誕生した。デザインや設計、縫製など、つける人の肌に触れるまでほぼ全ての工程を日本で行い、スペシャリストたちのこだわりと手による技術、情熱を結集して作られている。ランジェリーのみならずアウターのラインナップも豊富。心地よいと感じられる豊かな日常生活に優しく寄り添うブランド、それがゆえだ。今回番組では最新秋冬コレクションの中からよりすぐりのアイテムを冨永愛がモデルを務め紹介する。リバーレースをふんだんに使った総レースのブルゾンにチュールスカートのコーディネート、重なり合うチュールのグラデーション、計算されたふんわりと柔らかいドレープが楽しめる。冨永は実際に服を着てみてどう感じたのだろうか。とっても着心地がいいですね。今これをニットも着てるけれども、とっても肌触りもいいですし、着てて違和感がないっていう感じですね。チュールのイメージがすごくあるんですけど、チュールもすごいファッショナブルだし、ニットも本当にこれからの季節ちょうどいいなって、薄さと肌触りと温かさがちょうどいいんですよね。生活において心地よさは大切なポイントだと冨永は言う。洋服選びももちろんそうなんですけど、やっぱり自分が心地いいもの、着てて心地がいい肌触りとかもそうだし、心地がいい色だったり、心地がいいスタイルだったり、あとその洋服に限らず自分が心地いい時間の作り方とか、その休憩時間の過ごし方とか、そういった全般の意味で含めて、その心地よさっていうのはやっぱり自分を大事にするっていうことなんじゃないかなと思います。